今見たわ。イカルトが面ぶれ起こしてる。いやマジでイカルトが面ぶれ起こしてんだけど、え、なんだこれ、全然知らなかったわ。その自動車屋にお母さんも行くわ。やっぱりやめた。自分で解決して、うん、30分後に。何にも起きてない。俺多分見てなかった。なんで今までタントの修理がされなかった。もうとっくに終わってるはずだけど。知らんわよ、みんなも。俺に聞くなよ、車屋に聞けよ。どうする、自分で責任取らんと。ちなみにあのタントは松本明の車ではない、松本博の車。あの車は返してもらう。お前車屋と一緒のこと言うな。松本明が勝手にどうにかできないでしょう。うるせえよ。で本名だよ。でお前親が本名だよ。ヒロシの車を返せ。いやだからヒロシも車返せって知らんがら。俺がだからヒロシの車壊したわけじゃないんだって。こう事故られたんだっつうの。車のお金が払えないなら、その38万が払えないなら、もう自己破産するしかないよって。え、どういうこと急に。え、イカルドさん何急に。なぜ38万全額払わんといけんみたいな感じになってんので、なんでなんかそっからなんか自己破産みたいになってんの。相手が払うの。いや相手が払うのっていうか払う必要ないじゃん、廃車なんだから。イエローローンが残ってるから払えない。私も自己破産する可能性がある。え、面ぶれじゃん完全に。しかもなんか夜中に送ってきてるしね。布団からいちいち、俺昨日の夜家にいたのに、布団からいちいち隣の部屋の俺に LINE 送ってきてたの。意味が分かんない。おかしいだろマジ。なんで隣の部屋の俺に LINE 送ってんだよ。思いっきり隣の部屋にいるのに。払わんでいいやろ、払わんでいいやろって多分送ったんだよ俺が。10時11時ぐらいに、うん、ここだけ読んで、そしたら、うん、分からんってきたしね。なんだ分からんって。でももう
母はアキラの面倒は見れない。お父さんの体調が急激に悪くなって死にそうなのに、アキラが廃止のネタにしてかなりのストレスを与えたからだと思う。あ、廃止のネタにして、そうなんですか。え、でも廃止のネタって言うけど、俺別に病院まで廃止持って行ってねえぞ。精神科の先生はそのことを言っておられた。だからいつも受診の時に、息子さんは今家におられますかって聞かれる。ちょっと待って、それどういうこと。なんか俺がさ、家にいること自体がストレスみたいな。つかその病院の先生もさ、なんか俺と会ったこともないのに勝手になんかその俺をなんかあの邪魔者扱いみたいにすんじゃねえよな、マジ。病院の先生さん会ったことねえんだから俺。よっぽどやばいやつ持ってるでしょ。やばいやつだけど。お前が殺したんだよ。いや死んでねえよまだ。勝手に殺すなよお前。まあでも、まあもともとの、もともともね、うちの親父がもともとのね、その脳梗塞になるっていう、なったっていうのは、もともとは僕のせいではないです。なぜかというと、その時にうちの親父はそもそも、単身赴任で、違うとこ住んでたんで。まだ配信をやるもっと前の時で。そう、村田製作所の人事係長で単身赴任で、増田だか浜田だか大田だか忘れたけど、そっちに住んでたんだよ。でそっちに住んでてね、平八は平八もね、あれだよね、やっぱりギャンブル、酒、女、タバコ、がすごかったみたいだから。女にモテそうじゃないやん。いやいやいや違うでしょ。キャバクラ行ってね、キャバクラ行って高いシャンパンを下ろしてたんじゃないの。それでモテますよアピール。はい、これは間違えた感じかな。どうすね、めちゃくちゃ珍しい人が上がってきたけど、多分間違えてね、これ多分ポッケかなんかに入れてて、あのツイコールボタン間違えて押しちゃった感じだよ。いやいや、いじめてねえよ別に。いじめるなって。ああなるほど、まあ、全然ね、まあまあだからそんなところだなと思ったよ、うん、ねえ、あの犬でしょ、あのめちゃくちゃ可愛いね、トイプードルだっけな。僕も一回抱っこさせてもらったことありますけども。ええー、まあいいや。じゃあいいや。じゃあまあいいや、それでも。まあ平八はじゃあ俺が殺したでいいや。じゃあ僕は平八を殺しましたよ。うん、なんか文句ある？平八殺したけど。
いやまあいいや、もうめんどくせえからいいや、殺したことでいいや。からのね、だからイカルドはね、この書き方で言うとイカルドさんはね、あの車の38万円をね全部払えみたいな書き方なんだよね、これイカルドは。だからイカルドはいきなりなんか車屋に加担してんだよね、意味わからん意味がわかんねえんだけど、なんで向こうに加担してるのか謎なんだが、どういうこと。いやだから38万円を払えって言ってるんだよ。38万円を払って自己破産しろって言ってんだよ、意味はかな、マジで。なんでやねん、なぜに自己破産。いやこっちは来てえわ、なんで自己破産なんだよ。聞くか、めんどくさいから。 LINE だとめんどくさいので昨日はあんだけさ、配信はなんか普通にあの裁判でもしてもらえとか言ってたのに、急になんかいきなり急に変わってさ、メンブレでしょこんなもん、なんか38万払わんといけんみたいな感じ。メンタルおかしいからそんなこと言い出すんでしょ。意味がわかんねえ。でなんで38万で自己破産しないといけないんだよ。でなんで全額払わないといけないんだよ。向こうが全額払う必要ないって言ってんのに、意味不明なんだよ。いやだからイカルドは騙されるタイプだよ、うん、だからそういうイカルドみたいな騙されるタイプから生まれてきた人間も騙されるようやすい人間。イカルドが多分同じようなことしたら、多分イカルドさんはね38万円払ってるわ車屋に。だからイカルドが一緒に行くって言うけど、イカルドがついてきてもらったら逆にこっちまでお金払わんといけんみたいな感じに持っていくから、うん、だからイカルドも多分こういうの多分何回かあったと思うんだよね。イカルドでさえ多分こういうので言いくるめられて多分あの全部払ってるタイプ、うん、損してるタイプで。いや自己破産は知らんけど、 LINE に書いてあっただけで、自己破産はなんかよくわかんないですけど、まあイカルドはそのなんだろうな、なんか相手に嫌われたくないみたいなあるんじゃない。でも関係ないっしょ別に、相手の車屋さんに別に嫌われてもさ、別に車屋なんかでのいろんなとこあるんで、あるわけで。てかそもそも向こうの車屋が全額支払わなくていいって言ってんのに、なんでいきなり今38万払わないけんやん、こっちが。意味がわかんない。いや、誰かの入れ知恵とかではないと思う。だって別に配信してないじゃん。だってそれで村八分になるかわからんし、村八分なんかなるわけないじゃん、そんなんで。ていうか、なんなら別にうちの家もなってるようなもんだろ。
社会的信用を気にするって言ってもね、そんなん別に関係なくない？モー君の言う通りでいいよ。いや、創価学会絡んでないと思う。もういいや、ちょっと聞くか。分からん、どういう考えなのか分からん。だから給食って知って、マジでさすがにおかしいって業者の言う通りにしたらこのままもったくられる。そうっすね。てかそれ懐かしい、アルフって。38万だと5年払い、38年だと6年払いですね。1ヶ月5000円なんで家にいるよ。向こうの言いなりか。向こうの言いなりはおかしいでしょ、さすがに。こんなにみんながさ全額払う必要ないって言ってるのにね、一人だけなんで急にさ人と反対のことやってんの。だから、あの僕的にはその代車の費用分プラスの、まあ、4万ぐらい、こっちから手出し4万ぐらいで、まあ、約19万ぐらいになるからそれでいいんじゃないかなっていう。まあまあでも別に向こうももうそれで納得してるのに。なんならいきなり38年その自己破産がどうのこうのとかどういうことやねんじゃん。だからモモ君はそのなんか、まあ、我慢して半々みたいなの言ってたけど、まあ、じゃあもう手出し4万ぐらい。そもそもその38万借金ではないし、しかも別にわざとに壊したわけでもないからね。だからそれはもう向こうにもそれは言ってるし、それ向こうはもうそれも分かってくれてるから。だから別に向こうもなんかそこは何も言ってきてない。いやだからまあ4万手出し4万手出し4万。家変わったん？いやずっとここっすけど。だろ沼田れまだ38万。いや違うんですよ、いきなり今度はイカルドが38万円払えって言ってきてるんで払ってなんかあの自己破産戦闘みたいにできたんで、もう全然話がなんか全然二転三転してるじゃない急に向こうも強く言えない。ついに自己破産ですか。なんで自己破産しねえといけねえんだよ38万の金額はどっからの。知らん、車屋が行ってきた。その38万円で車を売ろうとしてたんじゃない。でもまあ俺からすればじゃあ台車使うなっていう話で。だって台車なんか使ったらまた距離数伸びるじゃん、それを売ろうとしてたらね。余計でも価値は下がっていくんじゃないですか、だから4万払って終わりでいいと思うんだけど、なんで自己破産になってんだよ、意味がわかんねえ。ただいま、みなちゃん。いらねえよ、浅くていいよ。
マイナーな車に動き返ってる、まあそういうことですよね。もう一回読むわ、イカルドが言ってたこと。なんて言ってたっけな。まず不在着信が来てまして、あれ、私も、車屋さんについていく、これ9時5分で30分後にやっぱりやめた、自分で解決して、ちょ意味が分からん、何のラインっていう話で。なんでで2分後になんで今まで担当の修理、なんで今まで担当の修理がされなかった、もうとっくに終わってるはずだけど、うん、知らんがな、向こうの車屋に聞いてくれよ、そこに関して俺が知ってるわけないじゃないですか、そんなこと俺が修理するわけじゃないんだから。親は絶対に払わんよ、うん、まあ払わんでいいと思うですよ。で別に払ってもらうと思って持ってないし、どうする、その10分後どうするの、自分で責任を取らないと。ちなみにあの担当は松本明のじゃない、あの車は返してもらう、松本明は勝手にどうにかできないでしょう。どういうこと、どうにかできないでしょうって。あ、渡すってこと、あ、それはなくなりましたんで、うん、もう普通にも返してもらう返してもらうっていう発言もう聞き飽きたのよ、返してもらう返してもらうって、車屋にも返してもらう、イカルドにも返してもらうって分かってんじゃん、まあ、さやなに。その2分後、38万ぐらい体で払えよ。いや払わんし、まずつか仮に金があっても払わんし。あ、これトイレだね。その2分後、もう自己破産するしかないですよ。は？なんで自己破産になる？38万残ってるなら払わんと、アキラの尻ぐりできない、こっちも自己破産する可能性がある。はあ？あ、でもこっちに、ここにちょっと書いてあった。そもそもこっちは事故の被害者で相手が 100% 過失がある。なんでこっちが事故を起こしたわけでもないのに、整備料の車に代車費用まで払ってるのに、何十万の大金を払わんと いけんのって来たから、あ、だからそこ来てるわ。で、払わんでいいやろ。うん。で、払わんでいいやろって来たら、わからんって来たね。うん。いや、面ぶれしてるわ。どっちだよ。向こうに加担したり、こっちに加担したり。もう親はアキラの面倒は見れません。お父さんの体調が急激悪くなったのは、アキラのせいです。配信ネタにして、かなりのストレスを与えたからです。精神科の先生はそのことを言っておられます。だから、いつも受診の時に、息子さんは今家におられますかって聞かれる。いや、あの関係ないし、それ、しかも家になんか、あのその医者のがさ、なんか家に息子さんはおられますかとか、いやそんなこと聞いてくるもんじゃないし、うん、38万円はそちらで全部支払って揉めずに終わってくださいって来たね。
じゃあおかしいやん、どっち何言ってんだよあいつマジで。うん、38万円払って揉めずに終われって言ってるね。いやそれは38万円払ったらさ、もうもう揉めることもないしさ、向こうからしたらうかがかだろうね。うん、38万円の価値があるかどうかもわからん車に38万来て、うん、でその38万円を車にするかどうかもわからんしね。おかしいだろそんなの。反射はちょっと分からないけど、おかしいだろそんなの。それじゃあ車を買うね、新しい車にするかも分かんないしね。なんで遅延金なんで、借りてるわけじゃねえのに。マリアントワネットさん、長距離借りと、ペペ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 、はあ。車のことだけど、一つ言っていい？車のこと、台車の件についてだけど、ちょっとこれ聞く。あんたのさ、見解はおかしいって。いや、見解。だからあんたさ、そのなんか LINE でなんか自己破産がどうのこうのって言ってるけどさ、何も関係ねえし。間違いじゃないよ。あ？自己破産もろもろあんたの今の生活だったらもう自己破産でしょ。もろもろ。いやいや、だからそれも車のことから来てんじゃないの。いや、車で自己破産なんてないの。そこで、そこの流れでも帰ってきてんだから。そういう生活をしとった。そういう生活って、だって別に向こう、いや、だ、いや、ごめんけど、あの、もうええんけど、車にね、お金に、お金なんか払っても4万円、4万しか払わんよ。あ、だいたいそもそもよく考えてみね、あの車がじゃあ38万の価値があるかっていう話で、だいたい、そう、だいたい普通よく考えたらおかしくないか。どんな車か知らんか。いや、いや普通にいい車だったけど。いい車だ。いや、いい車でしょ。なんでそれも38万だ。あ？で、いい車が38万だ。いや、いい車が38万って、まだ13万キロも走ってるからじゃないの。あ、距離数がもう13万キロ、軽の13万キロだからもうダメなんじゃない。いや、いい車ですけど、いや、まあ走ってる感じはいい車あって、別に普通な。いや、だから違うって。ただ例えばじゃあ38万って言ってますけど、台車にしたらまた距離が増えるじゃん。だから本当にじゃあそれが38万円の車になるかっていうことじゃん。リスナーさんも言ってたけど、そのもう一回査定額出してもらって、その車の本物の 本体価格の本当の。いや、それは分からんけど、その車の査定額出してもらうと、こっちがそもそも38万なんか払えるわけないし、まあ、てかそもそももう向こうもそれ払わんでいいって言ってるんで、じゃあどうやってやるかっていうと、台車に出す費用のお金プラス、台車で出す費用保険屋から出す費用の残りの半分のお金が約4万なんだよ。だからその半分にするんだったら、半分にするやったら19万で38万でしょ。いや、意味分かってないの。台車ってそんなにかかる。いや、そんなにかかるって、だってその1日5000円出すって言ってたよ。ってことは、だから半分でいいんじゃないの。だからもう、てかそれで OK、 実際それで OK し、そもそもなんなら俺はそのね、あんたはあの BM をなんか担保に、1日5000円も取ったんやら結構、それでなんでそん
ら知らんわよ。だから儲けようとしてんじゃないの。いや、1日5000円で何日か、結構な日でしょ、もう。うん、だから、まあ、そんなのどうでもいいんだけど、それで何落としてたっけ。いや、 BM の担保にはさすがに草ですねって、あれの人が言ったもん。 BM あげたら、あ、BM あげたら、なんであの車に BM あげらんといけんの。だってあの車金くんでてさ、もっともなんかストレスだし。いや、ストレスだしって別にあんたが乗ってるわけじゃないよ。いや、なんでそれを上げらんといけんの。 BM の方が、BM の方が高かったのに。目障りだもん。いや、目障りだもんとか知らんしね、まあ、目障りって別に今まで一応出してないけど、別に目障りじゃないだろ。目障りだわね、あれ。しかも冬のタイヤなんかないし、え、税金は高いし、修理費は高いし、燃費は悪いし、ガソリン代は高いし、何もいいことないじゃん。なんであんな、あんだけ半キャッシュの買ったんとかわかるよ。いやいやいや、だからって、その車を相手になんで担保で渡さんといけんの。それは違うでしょ。あげればいいんだ、欲しいんだよ。はぁ、いや、52万したんですけど。なんならあの車よりも高いんだけど。だけど自分でもちゃんとして、自分で書いてて、私はもうお母さんに履いて夢寝れる2時間ぐらい、あの母さんの布団履いて3分で寝れるのに、夢2時間寝れんかったよ。2時間寝れんかったよってか、横の部屋に寝れんで LINE してきた。横の部屋に LINE してきた、うん、いつ。あんた昨日夜中夜で LINE してんじゃん。いや、正論言われてるの、反抗するなって。いや、別にそれで、その、あの相手の車屋に BM を、あんた外に出てる時に。いや、嘘だね。だ、11時とかに来てるもん。だから、あんた11時帰ってなかったの。いや、11時もう帰ってたわ。どこに。家に帰っとった。帰っとったわ。あ、なんか出とったじゃん、夜。うん、だから9時ぐらいね、9時、10時ぐらいね。で、何時帰った。11時ぐらいには帰った、ちょうど。いや、あんたの問題っていうか、いや、そうだと思ったら2時間も寝れんかって。え、なんで。車のことでってことでしょ。台車のことでだろ。いや、だから台車のことなんか別に気にする必要なんかないんだって、別に。だから別に自分のことは自分で解決して、だからその4万でも解決しようとしてんのに、あんたがなんかよくわからんこと言ってくるから。急激に体が悪くなって、本当に。うん、いや、だからもう介護施設しかないって。だから介護施設しかないって。だから施設だとだけものすごいお金かかるよ、入所なんか。いや、入所なんかっていうか、もう、でも、もう歩けないんだから無理やろ、どっちにしろ。だけどそこをなんとかリハビリして頑張ってもらって、歩けるようにして帰ってもらっていけんなと思う。本当に、はい、ものすごく悪くなったっけ。なんでか、え、なんでか知らん。いや、それとまあ車ストレス与えすぎたけど、お父さん。いや、それは関係ねえだろ。は？いや、ストレスって人間おかしくなるんだって、本当に。ストレスってすごい、ものすごい体の。そのせいにするのやめてもらっていいかな。いや、そうだと思うよ。あんたのせいだと思うよ。いやいや、でもあんたのせいだとしても、それと車のことも何も関係ねえし。いや、あんたもおかしい人だよ。だ、昨日ではなんか普通に相手が裁判とかでもしてこいみたいで。だけど、そうだけど、考えてみたら、なんか、なんか問題起こしても、なんか、もうさっさと解決してもらったらいいかなと思って、あれ、あげてしまえばそれでおしまいかなと思って。これ、いつまでも引っ張られてる。うん、だから、あんたは、だからお金払うタイプでんだよね。あんたはお金を払うタイプなんだろうね、ああいうところに自分がそうなったら。いや、正しい。いや、そんな、いらんお金。払わないよ。でも払うべきお金、
ある時だけ払うべきものは払う。払わない。だから払うべきものは払うってことは全額払うってことだろ。誰が全額払うってことだろ。いやだからどうぞ、それと一緒じゃん。なんで払うべきものを払うんだよ。じゃ払うべきものって車や時代どう。いやでもあなたはじゃあどうやって折り合いつけるんですか。だけどここはちゃんとなんか勉強するとか、いろんなそういう人に聞くとか、専門の人に聞くとか。いやだ、専門の人、専門の人聞いたら1円も払わんでいいって言ってるよ。保険屋さんに聞いたら相手の。いや保険屋無理。保険屋聞いたけど、もう それはもう車屋同士での話なんで、こっちはもう関与できませんって。結局事故じゃないから関与してもらわないけど。だから関与してもらわない。いやいやだからそれ聞いても無駄なんだって。仮に特約の弁護士に使っても無駄らしいよ。だって他社の車の故障だからあんま意味ない。全く意味がないらしい。うん、そんな車を貸してきて、で最初は言ってたんだけど、まあお互い納得するところで、あの落ち着けましょうって言われたから。納得なんか絶対できんと思うよお互いに。いや、お互い納得なんか。いやだからもうだから半々で、だからこっちから絡んで手出したら4万でっていうことだったらまあいいんじゃないかな。それはこっちでいいことです。いやだから向こうもそれでいいんつって言ってんだよ。4万でいいって言われた。そう手出しね。だったらもうそれでやってしまったら、うん、もう早く解決してもらうと。も本当に事故ったお前が悪い。ちなみに僕が事故られたんですよね。事故って僕が事故したわけじゃないんだよね。鬱になったらもうどうしてくれる。いや何の鬱なの。お父さんだけ言うべ寝れんだったらもう3分で寝れる人が、うん、だからそれが大し車の系のことでだろ。だからあんたはだからあんたはだからあんたはだから結局その38万をあんた38万を払わんといけんと思ってるでしょ頭のどっかに。いやわかるとは思ってないけど。いや絶対嘘だ。わからんもん。そういう、いやだからわからんもん。でもわかるじゃん。だってそういう知識がないもん。そういう時だから言ってんじゃん。だからその専門の人に聞かんと。だから専門の人聞いてんじゃん。いやそれでやれば。だからそれでいいって言ってるの。じゃあそうする。な38万。なんでだね38万で。お母さんの僕も38万。いやあんたが言って持ってるでしょ38万払わんといけんって。でも持ってないよ。だなんで払わなきゃいけんの。こっちは被害者でいいと思ったのに。じゃあ別に関係ないじゃん。もともと被害者なんだけんさ、うん、なんで被害者がさ。ただあんたもさそんな車で乗り回してそんな遠くに行ったことはそれはまあ火があると思うよ。だからその、いやだから火があると思うよ。過失張り合い。だからいやだから過失張り合いがだから半々だって言ってんじゃん。だからそれでいいじゃん。だから向こうだって落ち度あるんだから。いや向こうが思い切られちゃう一般的に、うん、だってそれであんたが事故起こしちゃったら向こうどうするつもり。いやだからもうそれも自分でやってくれって言う。だからそれに対してもそういう書類もないよ。いやあんたがそれで死んどったらさ、うん、だからそれも知らん、まあ、私は死にませんで終わられるつもりだ。そうでしょ。整備不良の車乗って台車に乗って死にました。事故してないけどその突然車が止まった高速で死んじゃいましたって言ったら、それはこっちには責任はありませんって言われる。いやそれ、いやだからそれちなみに昨日言ったんじゃない相手に。じゃあどう言われた。うん、苦笑いしてた。だけどそれ 最悪の事態は免れて事故せんかったけんだけど、普通にだって本当に事故してもおかしくない状態でしょ。
本当に高速の中でバーンと。そうだよ、後ろからどんどん来る、急に来るから。じゃあ首都高で止まってたらもう終わってたよ。その本来ならその可能性も大なわけでしょ。それを避けられたことだけでもそれはすごいありがたいと思って、向こうはラッキー。それであんたうちが何かあって、しかもようちだけで、あんただけじゃなくて他になんかその事故に巻き込まれて、他になんかで死んだりとか怪我したりされてたらもう大変なことになるよ、うん、本当に。それこそどうするっていう裁判だったら、そうだけどさ、そんなふうにならんだけど、ありがたいわけ。じゃあ4番で手打ったらもうちゃんちゃんでしょうがない。また、あとその車は本当38万かっていうのを聞かないといけない。もう言うね、何万でも知らんわ。だけどさ、あんたもっと、いやいやいや、それは聞いた方がいいでしょ。でもあんたもさ、こういうことって学習した方がいい。まあ、あんたいろんな学習してる間に全然学習になってないけど。いやいや、でもそれはちょっと聞く。明日ちょっと聞いてみるわ。査定額、そう、本当38万の車ですからね。どこから来た、その38万が。いや、だから知らねえよ。だから車体価格が38万って言ってたから。だからその車は38万で売ろうとしてたんじゃない。売り値とか、その車の価値と違うでしょ。売り値と車の価値違うんじゃないの。売り値だって利益つけてるけん。じゃあなんだ38万、どこから出てきたの。知らんわね、そんなこと。ってことは38万以上で売ろうとしてたってことじゃない。いや知らんだけど、分からんわね、その価値。まあ、でも少なくとも向こうはこっちよりも、払っとけよ。払いませんよ。こっちよりもはるかにその道のプロでしょ、自動車屋さんなんだけど。いや、プロ、いや、でもプロだったら、ちょっとダメなとこ多いよね。いいようにされるよ。なんなら。いや、プロだったら結構、ちょっと落ち度結構多くない。いや、だって普通にさ、もう保険屋からじゃあ普通に費用が出てるんだったらさ、まずそもそもガソリンを満タンというか半分まで、違うよ、普通は満タンで渡して帰るとき返すとき満タンで返してもらわなきゃいけないもんね。うん、まずスタートでガス欠の時点でおかしいな。最初満タンで全然プロじゃないじゃん。で帰る終わったときに満タンにして返すっていうのが普通じゃない、うん、知らんけど。いや、1日ぐらいで終わるような、1日だけ借りて終わるような台車だったら知らんけど、何日もかかるんだったら。いや、もう1ヶ月経ってますよ。まあでもね、でも本当にいろんなことを反省してもらいたい。私あなたに、向こうじゃなくてあなたに、何回も何回も失敗しても同じようなこといっぱいするが、失敗。いや、それは知らんよ。だって別に俺の事故そんなになると思ってないもん。いや、だからいろんなことを学習さんと、一回失敗したら二度とこういうことは。いや、こんなの初めてですよ。そんななったことないし、そもそも。でもそこは知らんわ。いや、満タンなら満タン返し、空なら空で返せばいい。いや、それは分かるんですけど、それっていうのはあくまでもサービスに向こうが代償を提供している場合じゃないんですか。普通、まあこんなややこしいことはならんだったら、まあ普通代償なんか、しかもそんな何日毎日も借りるわけじゃなかったらさ、そのまま乗って返すんじゃないのかな。レンタ、あっさりレンタカーだったらもう分かりやすいのにね。あれ最初絶対満タンして返さなきゃいけない。契約書とかないっすね。何も何もない。ただ鍵渡されただけ。鍵渡して乗って瞬間にガソリンランプがついてて、え、もうこれね、ガソリンねえじゃんっていう。まさかこんなことになると思わん。でも向こうもまあいい加減なことしたんだよ。台車は車のご厚意やぞ。いや、だからそれがお金払ってるからご厚意じゃないの。何言ってるんですか、あなた。やってんのお前、サービスじゃねえんだよ。だそれサービスだったらご厚意でわかるけど。
だから代謝料払ってるんだけど、あ、そうだ、ただにただ代謝借りてるだけとは全然違うと思うよ。そう、全く全然全く違うよ。全然それはそこ一緒にはならんわ。うん、社会勉強ばっかりして終わりではまったく学習してないもんな。今までどんな、もう本当に次から次へといろんなことを起こして。台車なんてガソリンないよ。いやそんなことないっすね。まあちょっとは少なからず半分手前ぐらいはあるっすけどね。いきなりガス欠なんか聞いたことない。そんな台車も借りたことない。あるよあんた、そもそも台車なんかガス欠状態の。俺はもうないっすね。初めてですね今回。まあ、ノーション的にはちょっとしか行けないけどね、うん、そんなガス欠状態はちょ初めてでした。満タンはまああれかもしれないけど、なんか半分手前とかまで入ってるイメージだと、もう本当になんかガス欠、そうそうガス欠の状態で、だから俺普通にもうすぐガソリン入れていったもん。レンタカー屋じゃねえんだよ。だからそれも分かるんですけど、レンタカー屋じゃないのは分かるんですけど、だからその台車に台車がそのサービスだったら分かるんですよね。お金払ってたんだったら、まあ、レンタカーと変わらなくないですか。でモモ君も同じこと言ってたけど、てかそもそもそれはモモ君が言ってたんだけど、なんならそう思うよ、ただなんて愛車じゃないもん、うん、お金もらってんだけど、ここは、うん、台車は遊びに使うやつお前くらいだろ。いや別に台車は何に使ってもよくないですか。だからその時車出してんだから、それ自由でしょ。しないしないしない、ごめんなさい。いや、それはないと思う。もうずれてる配信、いや、そんなことはない。ずれてないと思うよ。モー君が言ってるのは合ってると思うよ、それは。最初の始めからカタカタ言ってた。じゃあでもすでに故障してるじゃん。故障者じゃんな、最初から。台車のお金もらってるというのはどこからどう出てるの。いや、もともと僕は事故られたんですよ。相手の保険屋から出てるっていうことですよ。これ相手の保険屋から出てなかったら俺も借りてないので、そもそも。保険してないと思うな。お前の言ってること嘘混じってるだろ。自分悪くないって言ってほしいだけだろ。ちょっとないって分かんない。嘘混じってるって、いや、どこがどのように嘘を混じってるのか説明していただきたいですね。今この時点で何を俺が嘘ついてるのか説明していただきたい。経緯を説明してくれ。経緯っていうか、また一から説明するの。めんどくさ。もう説明してもしょうがないもん、一から。いや、なんか別に払わんて。なん、どういう条件で手段したの。手段どういうこと。どういう条件手段で。なんだ手段って。示談じゃなくて手段ってなんだ。示談したの。で、な、何示談。何の示談。まだ示談してないわね。いや、だから示談も何もまだ決まってないっすね。
決まってないっす。話つけたでしょ、4万払うって。いやだからもうそれがまあ最善だと思ってるんだけど、あんたが変な LINE 送ってくるから。いやだからそんな変な LINE 送ってこなければいいやん。そんな変な LINE、 そんないちいちなんかさ、なんかあのメンブレしたような LINE をたくさん送ってくるの。なんだメンブレって。いいやもう、メンブレってなんだ。4万の元の8万何の値段なの。4万の元の8万ってもう分かんないやつはもう黙っといて。もう意味分かんないから、もう話はごちゃごちゃになる。4万の元の8万ってどういうことだよ。最初に警察に言われなかったか、示談にしますかって。でもさ、関係ねえよそんなとこ。そこまで遡る意味がわからん、お前。まあ、どこまで遡るんだよ、お前。それお前最初の事故の話じゃねえか。その話がもう分かってないすぎるやつはもう何なん。配信外で勝手に話つけてるの間違い。俺たちを頼れや。いや無理。次男、君長男じゃん。いや次男だよ。5万の元の42万はどうするの。ちょっとなんで意味が分かんねえんだけど、元の42万って何。いや別に配信で話していいじゃん。絶対はならないけど。自分の件相手の話しかない。紙面変わってないし。いやてか早い話っていうか、もうぶっちゃけ話はついてんだよね、そもそも。お互いに落ち度があるんだよ。だからもう話は実際ついてるんだよね。駐車してる場所は適正な場所だったの。どういうこと？駐車してる場所って。何この音、何この音は。この音何、何なんか変な音したよ。知らん。いや外からは。いつ電子レンジじゃなくて、なんあ、はい。え、何着払いパックが来ておりまして、着払い、あ、はい、いくらですか。1710円です。あ、今ナイス。何バカなこと言ってるんですか。いや、ちょっとコンビニ行かんといけないですね、1700円。あ、じゃあ立て替えといて。今すぐ取ってくるから、飯食ったら。すいません、よろしいですか、ね、うん、それ何の着払いですか。あー、郵便局に多分1ヶ月ぐらい放置してたやつですね。あ、そうなんですか。あ、はい、確かに10月17日。あ、はい、はい、返せよ。返さなかったら許さんよ。いや返せよって返すよ。笑ってるなら返さんねん。じゃあもう捨ててもらえ。いや今だ、そんな人と人がいる前でよそ行きの声出して、とりあえず払っときゃいいんだよ。いや本当に返してよ。払うって今。絶対許さんよ。よろしいですか、ね、すいません、ちょっと貸してもらいます。
大丈夫ですよ。1万円も持ってんの？700いくらって言いましたっけ？おかしいだろ。710円ですね。そう、俺にちょうだいよ。そんなこといちいち今うるさいね。なんだよ。じゃあ、1万10円扱いします。はい。8300円の価値でよろしかったですかね、はい、え、何円だった？うるさい、返してよ。うるさいって言ったら、じゃあ何円のいくらだったって聞いてるの、うるさいって聞く。こちらの近くとかにサイン。本当に返してよ。だけど何円だった？1700。あ、じゃあ今、コンビニ行ってくるわ。すいません、こちらのお待たせさせていただきます。やばい、でも7時40分で早く行かんといけんわ。もう行かんといけんわ。明日でいい。これ1ヶ月放置されてたから、郵便局に。1ヶ月ずっと俺が旅してる時に電話かかってきてたわ。再配達お願いしますって言ってたんだけど、お父様とお母様に受け取り拒否されましたっつって。静かにしてよ。すいません、お先に8000円の方を返させていただきます。あれ、翔英太猿じゃないの今日？太猿じゃないの？あ、皆さん、あのお茶の方お願いします。お茶の方300円の返しになりますので、すいません、ありがとうございました。これ、この中にあんたのお土産みたいなのが入ってるよ、リスナーさんから。腐ってんじゃないの？ん？いや、食べ物じゃないと思う。なんか、イカルドさんにって言ってあんたのお土産みたいなの、うん、あ、皆さんお茶ください、お茶欲しすぎです、うん、お茶お願いします、皆さん。ありがとうございます。お茶です、お茶です。寒いね、ミロちゃん。あ、お茶です。すげえお茶くれ。おい、そんなとこ入るの、お前、アホみたいに。でかい声出すけんだ。違うの、あんたが怖い。頭隠して尻ケツ隠さず。あんだけいろんな毛布何枚も何枚も、頭隠してケツ隠さずみたいな。あんたのお土産が入ってるよ、大量に。ご飯もう返してよ、必ず。だから返すわよ。あんた本当だよ。だから1700円だろ。だから今返すって。すぐ返して。あんた本当だよ。だから今返すって。いい年しておかしいよ。じゃなかったら全部暴露するよ。いい？いや、どうぞ。じゃあいいよ、暴露していいから。じゃあ、あんたまた今日から配信始めてくれ。なんで？さないけん、何言ってる？いやいや、暴露するんやろ。だから配信すりゃええやん、また今日から。もうお母さん、うつになるけん、もう具合が悪くなったの。暴露配信者として今日から配信しなよ。しません。だって待ってる人いるじゃん、なんか4プラス3って人とかさ。お母さん、あと何だっけ、こんにちは。ミュウツーさんだっけ、ちょっと忘れたけど。ミュウツーさん、だそんな名前の人いたろ。誰だ、ミュウツーさんって。知らんけど。あ、もぐもぐさんって人とかもいたやろ。ちょっとやべ、意味し、いかんといけんけどね。あ、ほう保健教さんって人とか。ああ、保健教さん。その人とかな、いるやろ。どこからミュウツーさんが来たの？あのアイコンなんか、あのグラサンかけた人いるやん。グラサン、うん、これ1個、2個多いね、1個でいいね。うん、でもご飯じゃないね。いらん、晩ご飯。でもいるって。じゃあこれ、多いね、2個。いや、2個でいいって。は？2個多いですよ。いや、胃がでかいんで、2個じゃないと腹が減って、また太るんで。いやいや、だから今満杯にしとかないと夜中にまた食っちゃうんで。なんでそこ我慢すれば。いや、それ無理っす。無理っす。
フワ。